んにちは、ビーレジェンドの辻元です。今日はケーブルトレーニングのメリット、デメリットについて解説させていただきます。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。普段ですね、ケーブルのトレーニングされる方多いと思います。ケーブルには非常にいいところと、少し悪いところありますので、その使い分けについて解説させていただければと思います。今回説明させていただくケーブルが上の滑車と下の滑車でちょっと調整できないんで、その点に関してもいろいろマシンによっていろんなケーブルがあると思います。ワイドのタイプであったりとか、幅の狭いケーブルだったりあると思うんですけれども、ケーブルそのものの本質っていうところを今回説明させていただきますので、ぜひ参考になればと思います。まずですね、今回は分かりやすくアームカールで説明させていただきたいと思います。筋肉を成長させる上で重要なポイントとしては、ストレッチですね。筋肉を伸ばされた時に負荷がかかる種目と、収縮、筋肉がぐっと縮んだ時に負荷がかかる種目、この種目は非常に重要でですね、筋肉においても少し違った刺激が与えられます。アームカールを例にしますと、ダンベルやバーベルのアームカールにおいてはですね、このスタンディングであればスタートポジションからこういうふうに上げ下ろしするわけなんですけれども、もう重力の法則に従うと、このポジションが一番負荷がかかっている状態になります。でスタートポジション、ここで力を抜けばこれは負荷がかかっていない状況になります。でここからグッと上げ切ると、ここでも力の入れようによっては負荷がかかっていない状態になります。ですので通常のトレーニングにおいては、もちろん力の入れ方にもよるんですけれども、ここで負荷が少し抜けて、ここで負荷が最大になって、ここから負荷が抜けていくというような、形になるのが通常のダンベル、バーベルトレーニングになります。これをですね、収縮ポジション、ストレッチポジションでダンベルを使おうと思うと、ベンチを使って、行うんであれば、例えばですけれどもダンベルで収縮をさせようとすると、収縮したところで重力が真下にかかっているように、体を持っていく必要があるので、仮にですけれども、この状態で一番負荷がかかる状態を体で作れば、収縮しきったところでダンベルの重力がかかってくるというところ。さらにいくと、ストレッチする場合ですね、伸ばしている状態で重力が下にかかっている状態なんですけれども、ここで 100% ですね、ストレッチと言っても負荷がかかりきれてない状況になります。これを負荷かけようと思うと、後ろから引っ張られるような動き、まさにですね、ケーブルなどを使って引くと、さらにストレッチポジションで刺激が入るというような形になるので、それでケーブルを説明させていただきたいと思います。ケーブルの最大のポイントは、筋肉の狙いたい、ポイントで負荷をかけることができるというところなんですけれども、仮にですね、アームカール一つにしても、ケーブルで引くと、少し前方からですね、負荷がかかっているので、下から重力がかかっているポジションだとこの位置なんですけど、ここからケーブル引くとこの位置で負荷がかかってきます。でここからさらに引き上げると、負荷が抜けずにそのまま収縮ポイントまで持ってこれるっていう形で、負荷がですね、抜けにくいっていう言い方をします。負荷のポイントで、重さがあまり変動ないっていうのが非常にいいところです。さらに、これをですね、自分の体、関節を持っていけば自由自在にポイントを作れることができます。というのは、アームカール一つにしても、どの位置から引っ張るかによっても負荷のかかり方が変わってきます。先ほどの、立った状態から。じゃあこれ仮に体を低くすると、体の正面から負荷がかかってくる状態になるので、この位置からかかります。なので、もっと収縮したポイントから前から引っ張られている状態になるので、ここで一番負荷が乗っている状況になるので、先ほどのダンベルの位置で負荷が抜けてたポジションで負荷が入りやすくなります。ですので、ダンベルバーベルでは刺激できない収縮ポイントでのトレーニングには非常に最適で
有効に働きます。まあ、ストレッチの場合においてもちょっとアタッチメントがないんであれなんですけれども、仮にですけれども後ろからですねこう引っ張られている状態を、まあ、仮に作ると二頭筋にですね負荷が乗っている状態になるので、まあ、ここから引き上げることでも、ダンベルやバーベルで刺激できないっていうところで、まあ、ケーブルを活用することができる。ケーブルの股のメリットに関してはやっぱり安全性っていうところでですね、関節にかかる負担っていうのも少ないっていうところは一つ言えるのかなと思います。あとケーブルのデメリットなんですけど、まあ、2点だけ挙げるとするならば、まあ、自由度がやっぱり低くのでフォームが難しいです。これは狙いたい筋肉刺激、まあ、筋肉の構造が分かっていないと、まあ、どのポジションでどの角度で引くかどうかっていうところで筋肉に対しての刺激っていうのも変わってくるので、まあ、そういったところは難しいところなのかなと思います。あとはどうしても滑車ですねで摩擦が起こるようになるので、まあ、ネガティブ動作ですね下ろす時などにおいても摩擦によって負荷が少し軽減するというところは、まあ、デメリットの一つなのかなというふうに思います。ということで今日はですねケーブルトレーニングのメリットデメリットを解説させていただきました。今日はアームカールで解説をさせていただいたんですけれども、ケーブルの種類角度を変えれれば、まあ、いろんな種目に対応することができます。まあ、角度や関節の、まあ、動きによっても本当に多種多様ですねアレンジできると思いますので、まあ、普段バーベルダンベル中心にトレーニングされている方は、まあ、ぜひこうケーブルを使っていただいて、まあ、新たな筋肉への刺激を与えていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ビーレジェンドの公式 LINE では得な情報を配信しております。またビーレジェンドの公式サイトでも新商品やセールのご案内を配信しておりますので概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。